いやじゃあ、待つんです。頑張って待つ。人事を尽くして天命を待つ。これです。引きが弱いです。鼻から捨てすぎ。お前ら捨てるな。捨てるな。捨てなければいつか来る。これ、遠目にね、789が出てるんですね、これね。789が遠目ですけどね。遠目ですよ。ロービン聞いたですね。ほら、ほら、来た。種が来た。種が来た。どんどん来るよ。これ、まず3式、3枚しかないので、僕3式見えてる。あ、早っ。早いですね。純ちゃん3色。いいですね。ドラマル！マンじゃん。マンがいいですね。いい手、いい手、いい手ですね、これ。まあいいでしょう。まあいいでしょう。おっと、統一に来てますね。統一に来てますよ。これは最終形描くんだったら G1 を先に来ましたね。種できました。行きましょう。行きたいですね、これは。これ行きましょう。これは行きましょう！ぐわっと来てば、ぐわっと！ぐわっと来ている！ぐわっと来ています。ぐわっと！ぐわっと来た！ほら、人事を尽くしたら、天命が来るんです。人事を尽くせば、天命が。はい、安牌です。これは即リーです。はい、リーチです。即リー、はい、リーチです。役満チャンス、これは。これです。人事を尽くしたから来るんですね。人事を尽くしたから天命が来ました。人事を尽くしましょう。そうすれば来るんですね。これはね、これはスチピンって僕がね、入りやすいあんこしゃぶ、あのね、そうなんで、これ行くんじゃないですかね。統一場ですから、どう考えても。ぐわってきてますから。で、こいつらずっとね、5、6ピンがね、ぐだぐだしてるんです。で、5、6ピンがね、あんこになったりするんですね。で、スピンがもういらなくなると。なんでかって、スチピンがね、僕が持ってますから、5枚。埋まんないですよね、スチピン。全然埋まんないんですよ。で、3話に関してはね、もう数ワンが壁になってますから、僕だけが見えてるね。だから要するに3話が単独で使いづらいですね。1、2、3で使うしかないので、ね。3、5とかでね、で6引いて3切りたくなるんですね。ローンはやめよう。バカか。ローンにするに決まってたら。マージャンは冒涜するな。もちろん、もちろんローンだ。リーチといとい太陽3号だぞ。ハネマンだぞ。ハネニャン。ハネニャン。ただ3、ただこれ結構マッチ的にはいいですね。数字的には3話だから。ほらほら、1、2、3って切ってるでしょ。3ワンが埋まらんぜ、ないんですね。数で、3ワン、もう3ワン固めてるってことないです。頭でね。そしたら E1、E1、リアワンって切ることはないので、こいつ3ワン持っていない。で、5、6ピンが出てこないので、こいつ、すげえな、こいつ。流し漫画できるじゃん。チー、流れ変わった。はい。流れ変わりました。こいつ3ワン持っていない確定。なんだお前、それ見せろ！それなんだ！しまったか！見たい。あ、ウーアンが出てきた。3万重ね、3万が絶対出ますね。ウピンが出ました。ポンするか？ポンしねえのか、お前ら。スチピン埋まってねえだろ。おい。おい。お、やっぱ、スチピン、な、え？チピンあったらラス入る。やるね、こいつ。やるね。ちょ、こいつ酷使や、こいつやばい。こいつやばい。こいつやばい。ちょっと待って。こいつちょっとやばいぞ。みんな、経過してるか？経過してるか、流し。OK、終わった、流し終わった。よし。さあラスト気合い入れてシュピッ人事を尽くして天命を待つ。さあこの人ね、安牌ないっす。カイン三品さあノー終わり終了。天牌ワンないっすね。はいはいはい、アイスアンコート、いい折りでしたね。いい折りでした。両者に引きが弱い、しょうがないですね、これはね。さあ、親ですね。僕は親です。はい。引きが弱いやつ。え？え？今上がれると思ってんの？いや、引きが弱いって言ってるじゃん。え？引きが弱いからあれ勝てないよ。何言ってんの？引きが弱いんだもん。何言ってんの？え、上がり詰まったの？引きが弱いやつの勝ち方よ、今日。は？君たち何？数万個上がろうとしてんの？引きが弱いのに？いや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 ！題名見て！引きが弱いやつの勝ち方！数アンコなんかで上がれるわけないでしょ。引きが弱いやつの勝ち方よ。何言ってんの、びっくりびっくり。やめてやめて。上がれるわけないんだから、あんなもん。マージャン舐めないで、引きが弱いやつの気持ち。やめてよ、ちょっと、そういうの。そういうのなしにしようよ、そういうのは。引きが弱いやつの勝ち方ですから。これ引きが弱いですね。これは引き弱いですね、これ。バーストに急速引いてきた。ターン的にはできちゃったんで。
あ、白だったな、初。しまったな。三座の下がリアンゾーバー、あ、来ました、来ました、来ました、おら頑張れ、ベンちゃんも頑張れ、引きが弱いやつだ。親だから何があってもリーチです。サブロピンが埋まらないんで、一生サブロピンは、多分こいつらが8枚持ってます。上がれませんけど、リーチかけます。あの、ミスマッチ、相手のミスマッチ。相手は絶対サブロピンを出す必要はないんですけど、舐めてきて出す。それミスマッチです。そこから流れ変わるんで。はい、リーチです。そっくり。これ絶対上がりません。100% 上がりませんけど、100% 上がりません。泣いたことによって上がれる可能性が出てきた。泣いたことによって上がれる可能性が出てきました。この嘘をギリギリまで絞って、勘嘘で、これは努力と工夫ないですけど、まっすぐ行っただけですけど、さあどうなる、さあどうなる、さあサブロピン。だドラなんだね、やっぱ、ロピンは。さあ、リャンピン、チーピンと、もう間 4K がババッと出ました。さあ、あ、もうね、お察しの方、察しがいい方はね、もう、あ、サブロピンかなと。間4K ですね、と。サブロピンうまいんだよ。なんでだな、こっちがいっぱい8枚持ってるからね。俺言ったよね、開幕。8枚持ってるよ、この人たちが、つって。ミスマッチです。ミスマッチ。ミスを待ちましょう。誰かが間違ってサブロピンポンって捨ててくる。勝負っつってね。そのミスマッチ。リーチのみですけど、2000点しかないですけど、これでいいんです。これサブロソだったらやっぱ上がれてるっぽいんだよな。あ、スーピン来ました。あ、詰まった！よし、なんとか！さあ、1000オール。裏ドラン。いっこったー！なにしゃー !2000 オール！しゃー！来たー。だます。だます。だま。もうね、サブロソなんか絶対出ませんから、そうですね。だます。しょうがない。これだます。ぬるいやつがサブロソポンって切ってくれる。あ、いやね、これね、ほら。とがめると。きっちりとがめる。ね、きっちりとがめます。ピンフ伸びた。まあ、勘してたんで、リーチでもよかったんですけどね。まあいいでしょう。きっちり。もうソース出てこないですけど、出てきますね。全突っ張でよかったですね。ええ。流れが徐々にできてましたね。リーチだよ。いや、リーチでちょっと怖かったですね。まあ、勘ドラかったらリーチでもよかったですけど、ちょっと怪しかったです。負けの確率も、おっと、ここで引きますね。ここで引きます。ここで僕ね、3ワン引くんですよ、ギュッと。これ、ハクを黙るから。君はね、下りポンするんですよ。下りポンして、この3ワンをね、スルーしちゃうんですよ。俺はここ3ワン引きます。なぜなら、ね、下りポンだからやめなさいよってもう答え教えてくるんですよ。下りポンだからこれ意味ないよ。で、やめといた方がいいよっていうのを教えてくれてるのに、もうかからず君たちはポンするんですね。下りポンですから。ええ、自分のツモ牌1個少なくなりますからね。下りポンはないな。でもこれはもうこの後のハクになります。テンパイは。テンパイは取る。さあ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 、ハク出たらポンですよ。で、もう関数層。まあいいでしょ。こいつがマンズやってるんでね。こいつがマンズやってます。さあ、ちゃんと見てます。ちゃんとね、そういうとこめっちゃ見てますよ。自分だけのね、手配だけじゃありません。ちゃんとポンテン、ちゃんと見てますから。どうしてかしらね。ごめん！よし。こいつ、無理チしたな、こいつ。無理本やってるぞ、こいつ。この3は泣けないってやばくないか。これ泣かれるな。ドラだな。ちょっと流れがないな、これ。いや、いいシャンテンだぞ、これ。まあ、一応こっちかな。一応こっちでしょ。もう吐くだけねえわ。ごめん。このパイはうちがもらいまーす。スピン、あ、そうですか。しゃあない。しゃあない。これはちょっと上手ですね、これ。捨て牌が上手。これは上手。捨て牌が上手。これしゃあない。これしょうがない。これしょうがないです。捨て牌が上手。うん。これ上手。やりますね。なるほどね、と。あ、やるじゃん。やるじゃん、という感じでございます。何の問題もない。何の問題もない。今はね、手配が透けたんで、こいつの。ああ、そういうことやるんだと。で、あと基本的に僕、安牌ちゃんと取ってます。シャーとか、安牌じゃないですか。100%。取ってます。こういうね、守りの位置だ。これをしない人が多すぎる。なんかこれで、なんか、パーソーとか、まあ、絶対いらねえのに、パーソー持ってんすよ。いらないんですよ、パーソーなんて。はい、切りなさいよ。ウーパーソーリーチかかったらどうすんすか。死にますよ、手が。パーソー切ってください。シャーでいいでしょ。残しといて。テンパイするまで絶対1個無駄なやつ入るが出るんだから、それはちゃんとアンパイにしといてもいいでしょ。誰でもやります。それやんないやつ多いんですよ、マジで。イタさんが特にやんない。イタさんマジでそれよくやる。もうイタさんに言いたい。なんで取らないの、なんでアンパイ取っとかないの、バカなのって。これはさすがにこれ受けます。これテンパイがねいけちゃうんでね、リャンピン三蔵で一応テンパイチャンスがあるんでシャー切ります。まあいいシャンテンですね。まあこれバレます。あ、そうそう、近いのかなとバレちゃいますが、いいでしょう。入ってこないですね。リアンパーソー受け入れ、いやー、ちょっ
っとさすがに弱いだろこれ。ちょっと待ってね、流れが変わってもイースピンないもんな。うん、こっちにしようか。こっちにしよう。リアムパーソーで行こう。フリテンこいてますけど、リアムパーソーで行きます。パーソーがフリテンこいてるんだね、基本的に。でもうあのテンパイチャンスもらいに行きます。ラッキー、しょうがない、スモ、しょうがないですね。これは俺が動いたことによって上がりました。はい、こういうことやるとダメってことですね。はい、こういうことやるとダメってことです。でも見てください、僕なぜかニーチャです、ニーチャです。まだ全然いきます。さあハイパイがこれか、これウーパーソーね。これ 6チップなんか絶対いかないんで、ウソがドラですから。はい、ニーチャです、全然いきます。で1メンツ、ね、これ2メンツ、3メンツで4メンツなんで、ハクタナンもいりません、多分ね。でまた初チュン切りづらいですから、初チュン切りづらいですよ。初チュンの切り時が、おー来ました来ました。これリーチですね、これ即リーチします、即リーチしますよ。これはこれはもう初の勝負です。第3球振ったら知らん、交通事故です、交通事故。これは受け入れ入りがあったので、もう行きましょう、まっすぐね、まっすぐ行きます。こういうとこで、あ、行ったね。これ第3球もありません。さあこいつが勝負しますね。こいつまっあの折り打ちまっすぐ行って負けたんで、リーチですね。俺も勝負、ウーパーは怪しいですけど関係ない、勝負です。3枚持つとか関係ないです。はい、一発一発リーチ一発ピンクドラ1ドラ1万ゲッチトップ J 一発ピンフドラ、そうですね。3枚持ちのパワー1でね、これね、これリャンカいや、あの間4件4球でウーパーは怖いな、関係ねえわ、綺麗入り目っちゅうもんがんだ、マージャンには入り目っちゅうもんが。ああ、これほらトップ J、 頑張って頑張って耐えてくるんです。こうやって耐えましょうね。ついてないときにグッとね、あのチートイから始まりました、あのチートイ。あのチートイを切って、これもチュンも切れない。ローピンから切ってください。これチュン切る、チュンから切るバカがいます。ローピンから切ってください。もういりませんよね、これ。もうスッチーワンとね、カウンソーだったでしょ？いらないでしょ？じゃあチュン安牌でいいじゃないですか。いらないでしょ？ここでローピン切れないやつが多すぎる。ね。そういうマジャーやってたら勝てません。そして僕、親なので、目いっぱい受けます。目いっぱい。目いっぱい受けます。テンパイチャンス。スッチーワンは死んでも泣きません。リャンソースーソー泣きます。凝り固まった麻雀ではありません。僕はねしっかりとね見えている。1関係ないですね、しかとあいつはついてないですよ。2連打打ってるんで、2連打打ってるんでついてない。俺の方がね勝ってますから。ただまっすぐ来てるんで勢いだけはいい。知らん、おやですか、こんなところ引きません。僕はここでね引いてね、なんかねトップをね譲るやつがいるんですよね。引きません。僕はまっすぐ行きますよ。あ、ポイン行きましょう、ポイン。はいはい、ポーン、はい。はい、スッチマン、スッチマン、はい、スッチマン。単葉の海、はい、いや、取っとるよ。取っとるよ。取っとるよ。スーワン通ってます。スーワン通ってます。はい、来ました、出ましたね。はい、ですよね。はい。いただき。前途してるけど、俺は単葉ですからね。はいはいはい、いいですね。はい、1500、はい。降りられないですね。ここで、ここで、ここで俺がね、しっかりと上がりきることで、こいつの流れを完全に消すんですね。ここで降りるやつが多すぎる。トップ目だからっつってね。ぬるいっす。来た。ダマ。どうしてかしらね。チー。さすがにチーしてきた。あいらいただき。終わりだね。トップだね。オッケー。俺がトップだね。ハク、ドラ。あい、ナイス。蹴ろうとしたんだろうね。ダメです。僕もテンパってますから。はい、終わりですと。はい、これで終わり。トップですね。これが引きが弱いやつの勝ち方。わかりますか？これでございます。ちょっと、何三曲だけちょっと切っといて。ごめんね。何三曲だけちょっと切っといて。お願いします。あれだけちょっと、違うこと考えてたんで。さすが俺だな。まあ、いっかっつって、まあ、いっかっつって切っちゃったんで。あれだけね。そんなぬるいことじゃ勝てません。麻雀ね。トップ目だから降りる。はい？聞いたことありません。自分の流れを消して 何がしたいんでしょうか。三蔵、いきなり来た。これ、流れが悪いですね。言いそう来た瞬間さん、これ言いそうでもいいピンでもどっちもよかったですか。どっちもよかったにもかかわらずそこで三蔵引いてしまう。俺の突き。これはちょっとやばいですね。降りましょう。これトン泣いてもちょっときついですね。愚形すぎる。これちょっと、これはもうちょっと見せじまいですね。これもそろそろ見せじまい。これも見せじまいですね。これもう無理、これこの人にちょっと安く上がってもらいましょう。この人はもう無理だと思うんで、さっと上がってもらって、チートイかな、これも。ちょっときついですね、これは。
この人が上がる分にはいいんですよ。この人が上がるとまずいです。この人が1000点でも上がっちゃうと、俺と次マンツーも逆転なんで、勝負してくるんですよ、次。頑張ってくるんで。で、マンツーやってますね。この人上がらないですね。で、そうすると、要するに1万点差、1万点差以内だったら勝負するんですよ、みんな。頑張るんですよ。でも、1万点差以上あると、マンツーも無理だと、もうね、2ちゃん狙いしてくるんですね。その2ちゃん狙いでやる気をなくさせる。9ピンは、はい、ちょっとね、行きましょう。もう完全受けです、僕は。ここでやっと受ける。ここでやっと受けるんですね。基本攻めるんですけど、やっと受ける、ここで。パッピンがね、見えてないんですよね。ちょっと怖いですね。こいつがピンズすごい欲しがってるね。ほら、マンズ、想像のターズギティは、だいたいピンズ持ってますから。これ1枚ずつでしょ。リーチ。リーチ来ましたね。これはさすがにもうこれしょうがないです。これはもう行くしかないですね。ポイン。さあ、何来た。いいですね。いいじゃん、なんと。トイメンが勝負、どう勝負するんで。トイメンがどう勝負する。3ピン。3ピンちょっと1回。もうこれ上がらせてあげる。どうなってしょうがない。そうでしょうがない。このパイはうちがもらいます。あー、うっそ。9ピン上がれないのか。ドラに。うわ、漫画痛え。やっちゃった。